必死に自衛隊活動を批判する沖縄地元紙、黒幕が見えるぞ。日米共同統合演習は、武力攻撃が起きたかどうか判別が困難なグレーゾーン事態から武力攻撃事態に至るまでを想定し、日米双方が抑止力などを強化することを目的としています。防衛省によりますと、中城湾港からは民間の船で自衛隊の隊員およそ190人、車両およそ70台が運び込まれたということです。自衛隊と米軍による最大規模の共同演習ウキインソードが10日から始まり、与那国島で初めて日米合同で情報共有を行う拠点を設けるほか、自衛隊の機動戦闘車を公道で走らせることが予定されている。今回で16回目になるキーンソードは、自衛隊と米軍による最大規模の共同演習で10日から19日までの10日間、日本周辺の海や空、自衛隊の駐屯地や米軍の基地などで行われる。沖縄県内では、台湾に最も近い与那国島の駐屯地で自衛隊と米軍が初めて情報共有を行う拠点を設けたり、沖縄本島の米軍牧港補給地区で初めて日米合同で装備品や燃料などの集積を行う後方拠点設営などを演習する。防衛省は共同演習について、特定の国を念頭に置いたものではないとしているが、中国が台湾への圧力を強める中、日米の協力関係を一層強める狙いがあるとみられる。アメリカ軍が台湾に近い与那国島の自衛隊駐屯地を使用することになっていて、今月5日からアメリカ軍の兵士らが陸上自衛隊与那国駐屯地に入っています。また自衛隊の輸送機が与那国空港に着陸し、重火器を備えた車両を公道で走らせることが計画されています。防衛省はこれに沖縄県地元紙琉球新報が激しく憤った。10日の社説で、77年前の沖縄戦で4人に1人が犠牲になった。軍隊は住民を守らないというのが沖縄戦の教訓だ。沖縄での有事を想定した訓練は認められない。強く抗議すると書いた。台湾に近い与那国島で日米が軍事演習を活発化させれば、米中対立の火種となる台湾情勢を刺激することになるだろうと警告した。明確に中国政府の代弁だ。自国が攻撃されなくても戦争に参加する集団的自衛権を、安全保障関連法に基づき行使して基地攻撃能力の保有を検討し、防衛費大幅増額など、戦争に向けての地ならしが進んでいる。キーンソードは日米軍事一体化の訓練といえる。過去の大本営方針のように、沖縄が最前線となり再び戦争に巻き込まれることは断じて認められない、と沖縄住民だけが戦争の犠牲者だと言わんばかりだ。琉球新報がすがる相手が見つけている。こちらゲート前には訓練の中止を求める市民団体による抗議が始めています。中城湾港のゲート前では、沖縄が戦場になることを想定した演習に反対する市民団体のメンバーらおよそ60人が抗議し、車両の前に立ちふさがり座り込むなどして、日本国民として琉球新報に違和感を抱く。なぜいつも沖縄地元新聞は自分たちは日本から見捨てられた被害者のように説くのか。日本中方々で焼け野原にされた。原爆も落とされた。でも、自衛隊の防衛活動を真っ向否定しない。現実を受け入れるからだ。そういえば、新型コロナ感染急増で医療逼迫した時、県知事が陸上自衛隊に看護官らの派遣を要請したな。あれはなんだ。お聞きいただき感謝申し上げます。